お野菜レストラン。ある日、野菜が大嫌いなひなちゃんは森へピクニックに来ていました。そこでかわいい蝶々を見つけて追いかけていると、あれ、どっちから来たっけ。すっかり迷子になってしまいました。パパ、ママ。べそをかきながら森を歩いていると、目の前に小さなレストランが現れました。わあ、いい匂い。ひなちゃんのお腹がぐーっと鳴ると、いらっしゃいませ。猫の店員さんが、こちらへどうぞと扉を開けました。わ、猫が喋った。びっくりしているひなちゃんを猫がにっこり中へ案内します。お店にお客さんは誰もいません。ちょっと怖い気持ちで席に座ると、メニューを渡されました。見てみると、人参、ほうれん草、ピーマン、玉ねぎ。メニューには野菜しか書いてありません。こんなの食べられないや。ひなちゃんがメニューを閉じようとすると、猫がメニューを指さしました。人参はお好きですか？人参が一番苦手なの。かしこまりました。猫はひなちゃんの答えを聞くと、にっこり微笑みながらどこかへ行ってしまいました。しばらくすると、お待たせいたしました。猫は土が入った植木鉢と種を持ってきました。これ何？ひなちゃんが不思議そうに尋ねると、この種を植えて水をあげてくださいというので、その通りにしてみました。するとぴょこんと芽が生えてくるではありませんか。ひなちゃんはなんだか楽しくなって、また水をあげてみました。すると今度はニョキニョキ葉っぱが生えてぐんぐん育ちます。面白い。ひなちゃんはまた水をあげました。もっともっと育つと、なんと立派な人参が出来上がりました。すごいすごい。ひなちゃんが嬉しそうに人参を引っこ抜くと、こちらお預かりいたしますと言って、せっかく育てた人参を猫がさっさと持って行ってしまいました。私の大切な人参。ひなちゃんがしょんぼりしていると、猫がお皿を運んできました。お待たせいたしました。目の前に置かれたお皿にはオレンジ色に輝く甘い匂いの人参がちょこんと乗っていました。こちらは人参のグラッセになります。この人参ってもしかして？はい、先ほど育てていただいた人参です。猫がにっこり答えました。人参が苦手なひなちゃんでしたが、自分で育てた人参とわかり、一口食べてみようと思いました。恐る恐る口に入れてみると、あれ、甘い、すごくおいしい。人参ってこんなにおいしいんだ。
苦手だと思っていた人参がとてもおいしくて、あっという間に食べてしまいました。他にも玉ねぎにピーマンにきゅうりを育てて食べてみました。どの野菜もおいしくて、すっかり食べられるようになったひなちゃん。あー、おいしかった。ごちそうさまでした。満足げにレストランを出ると、そこはピクニックしに来ていた森でした。そろそろお昼にしようか。ママがお弁当を開けると、ひなちゃんは卵のサンドイッチ、パパとママは野菜たっぷりのサンドイッチでした。ひなちゃんは、ひな、こっちも食べれるよと野菜のサンドイッチを食べ始めると、ママもパパも驚きながら、お野菜、いつ食べられるようになったの？もう立派なお姉さんだ、と頭をなでました。おしまい。お話は面白かったぞ。このお話の絵本が欲しい子は、動画の説明欄を見てぶ。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくぶー。